こんばんは、佐伯佳代です。まあそういうわけでございまして、もうね11月の3日ですからじゃん、もう間もなく今年も終わりですけれどもね、まあ、あの世の中的にといいますか、我々的にはもう年末の番組にそろそろ入らなきゃいけないかなという。そうですね、フジテレビ的には間もなく隠し芸のシーズンだぞみたいな感じですよ。まあそれが終わるとまた今度は紅白歌合戦、私も忙しいですね。あ、出ませんね。すいませんでした、嘘をついてしまいました。いやいやね、かえちゃんも紅白とか気になるんじゃないですか。そうです ね、 ねえ、ぜひ呼んでいただきたいですけど ね、 ね、今日のゲスト素晴らしい、はい、紅白にも出場なさってますから ね、 ね、もう憧れの石田ゆみさんです、はい、どうぞ。大好きです。